こんにちは。この前ね、久しぶりにハンゲームのブラックスカット起動して、なんだ、ハンゲームの方には確かね、レア武器持ってたんだよ。HK416 の、なんか、ガチャ武器ちょ、あれを使いたくてね、起動したんだけども、部屋が一個も立ってなくてね、まあサービス終了したっていうのは、するっていうか、10月にサービス終了するんだけど、告知出てからね、もう部屋が全然立ってなくて、みんなこっちに移行しちゃいましたね。まあ、ちょっとね、ポイズン使って暴れようと思ったけど、部屋が一個もなくてどうしようもなかったっていう話です。こっちのスチーム版のブラックスクワット、設定が違うからね、なんか使いやすい AR が未だに見つかってないんですよ。はい、結構いろいろ、今のところSIG、SIZ556 か。まあ、SIG の AR がちょっと使いやすいかなと思って。まあ、他の武器もね、こうやっていろいろ使ってるわけで、今回はね、この CZ805A2?確か、ハンゲ版の CZ も結構使いやすかったなっていう感覚だったんでね、こっちでも使ってみます。で、ハンゲ版との違いはね、最初からスコープがついてるね。なんか見た目的には2倍っぽいんだけど、等倍スコープ。で、これがなんか結構ね、使いやすくて、ヘッドショットを量産できるんですよね。後ろ取っていく。今回これを使って、チームデスマッチで暴れていきます。はい、ヘッドだ。おー、結構、やっぱ、もうガンガンヘッドショット出るね。威力的にはね、確か、33か34だったかな。まあ、HK よりちょっと強いけど、レートが遅いみたいな、そんな感じ?で、これ、あれなんだよな、あんまりばらけないし、エイムして撃っても、覗かないで撃っても、そこそこ当たるっていう。あと、威力高いから、ヘッドショットも出やすい。使いやすいな、これ。思ったより使いやすいぞ、これ。もう結構倒してるよね。おっと、クソエイムした。はい、頭抜いていく。奥にいる。まだいるね。あ、でも横を警戒して、なんとか倒した。危ね、もう一人いた。ダメか。あ、気になってる武器といえばね、EF88 と、あとなんだっけね、MDR がちょっと気になってるんだよね。MDR はあれなんだよ、ポイントでしか、なんだ、なんか緑色のポイントでしか買えないからなかなか手に入らないんだけども。Steam の場合はね、DLC、無料 DLC で15日間ぐらい無料で貸し出してくれるんでね、みんなそれ、もし買ってなかったら、まあ、ただなんでね、無料なんで、それを手に入れて、いろんな武器を使ってみてください。まあ、これとかね、MDR とかも全部使えるようになってるんで。おっと横。まあ、サブマシンガンはね、やっぱり MPX が一番強いかな。MPX で、クリスまだ使ってないんだよね。でクリス使ってないからわかんない。で、まあ、次に MP7。まあ、やっぱ MP7 初期武器だけあってね、まあ、あれ使って、まあ、頑張ればね、勝てるんだけど、やっぱ強さで言ったら MPX の方が使いやすいかな。おっとそうエイムしていく。やられた。AR がね、いまいちわかんない。まあ、最近 AK の47と12が追加されたんでね。まあ、みんな大体その辺使ってるんだけど、まあ、私はあんまり AK 好きじゃないんでね。もうちょっとレートの速い武器で遊びたい。まあ、ちょっとね、使ってみたんだけど、やっぱ合わなかったね。AK47 に至っては、アイアンサイトしかないんでね。もう狙いにくい。視界もなくなるし。もっと後ろ。ああ、間に合わないか。なんで、今は AR を、使いやすい AR を探すっていう感じでいろんな武器使ってます。まあ今んとこ EF とかも結構使いやすかったかな。EF と、まあ今んとここれ使いやすいんだよね。これちょっとまだ今日使い始めたんだけど。これ強くね?結構。これなんか強いぞ。いた。頭出たぞ、今。もう一発。味方が倒した。いや、なんか、使いやすいんだけど。なんか、ガンガンヘッドショット出る。おっと、上来た。はい、ヘッド出た。今の出ちゃうんだ。で、後ろ警戒して。裏を取っていく。はい、ヘッド。なんか、若干無双気味になってる。はい、ヘッドショット。いや、いいね。ガスガス当たる。
いける、出てこい、出てこい。おーし、二人キルして、ライフが4だ。上取っていこうかな。あー、さすがにきついか。でも今頭当てた気がする。もっと降りた。見えたぞ、今。当たんね。そういうふうにしていく。で、奥に一人いる。まあ、あいつは、こっちいないな。左かな？左、左、左、左。あ、奥にもう一人。すげえなこれ。ちょっと、これ、候補に入るぞ。こんだけ強かったら。あー、奥に二人。上から通って。あ、出てきた、出てきた。おー、なんずかヘッドショット。よし、一人やった。あー、スナイパーか。まあ、今回もスナイパーライフルは多分使うことはないだろうな。おっと、どこどこどこ？後ろ。撃ってこない。あー、上かな？あー、倒してくれた。左向いて、階段下。おっと、目の前からって敵が出てくる。おっ！マジか、そっち？ 103 対98、いい勝負してるね。あー、強え！やっぱ強い、これ。なんか、シグーと比べても、倒すまでの弾数少なくて済むし、ヘッドショットも当てやすいし、あと結構このスコープもね、見やすいっすね。あ、これチェコのアサルトライフルだっけ？ちょっと使いやすすぎてびっくり。よし。はい、もう一人。いるね、あそこ。あ、やべ。さて、もうちょっと、稼ぎたいが。いや、これでいいかもなぁ。アサルトライフル。いた！いたけど。よし、やった。危ね。奥一人。あー、もう来てたか。早いな。いや、スカー H 使ってる人も多いんだよね。なんかよくスカー H にやられる。強いのかなぁ。おっと、奥。これヘッド出ちゃう。ヘッド出ちゃう、今の。いた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 。まあ、これは出るよね。いや、頭狙いやすい。すーげー狙いやすい。はい、ヘッド。近距離でね、頭抜くのがすげえ簡単なんだけど、他の銃に比べて。さあ、すげえいい勝負してるぞ。おっと、横！あはは、振り向きヘッドショット。これのことですわ。あー、ダメか。またスカイ1にやられた。このハンドガンはあんま強くないんだよな。ちょっと威力が低すぎて。微妙。もう頭狙わないと倒せない。さあ、もうちょっと倒して終わらしたい。あ、今の倒せない？もう一人いる。あー、ライフが。くっそやられた。もう時間もないな。まあ、カンストはするか。さあ、いた。おっと、ちょっとブレた。くっそー。なんかちょっとな、今回長いな。なんかいつもより多く倒してる気がするけど。集中力が切れてきたけど。あと10キル？ 3 キルぐらいしときたいね。10キル中3キル。いない。もうやめよう。いた！あいつやって、ここは左降りた方がいいかな。こっからジャンプして、一人いた。よし、ヘッド抜いた。あとこっから、狙いますか。残り、お同点。下見て。やべ、抜かされた。そのお付け。いたいたいた。あいつやって。もう一人。来た来た来た。はい。あと一人。一人ぐらいやりたい。上か？いや、大丈夫だ。味方が見てる。右を見て。はい。おー、勝った。はは150対149。いいね。このアサルトライフル、ちょっと強いな。すげえ使いやすい。CZ805A2。ここ結構倒したんじゃないの？ 60 キル？マジで強い。みんなも使ってみて。